トキの空の青空オンエア。空友のみんな元気？トキの空です。始まりました、トキの空の青空オンエア。前回が放送だったようで、今日が2回目です。青空オンエアではですね、生放送では紹介しきれなかった空友からのお便りを紹介しながらまったり答えていく動画です。イラストを描きながらとか、運転しながらとか、勉強や仕事をしながら、作業用 BGM という感じで聞いていただけると嬉しいです。それでは早速お便りを紹介していきます。空友ネーム朝倉真宙さん、トキの空ちゃんこんばんは。空友の皆さんこんばんは。アンキムの皆さんもこんばんは。人気者への道考えましたよ。題しまして、トキの空検定。出題範囲は動画化されている生放送アーカイブからのみ出題し、本人を含めてどれだけの人がトキの空ちゃんを詳しく知っているかという検定クイズです。あくまでも答えるのは空ちゃん、リスナーはおのおのちゃんと答えるのもよし、あえて間違わせるように答えるのもよし。もちろんそらちゃんは騙されずに全部正解できますよね。なので正解数に応じてそらちゃんへのご褒美があったり、逆にダメダメだと罰ゲームをしたりなんてのを考えましたが、いかがでしょうか。確かにそのコーナーは面白いかもしれませんね。私はもちろん放送している側なのでわかるとは思うんですけど、みんなから騙されないように頑張ってみるっていうのはいい企画かもしれません。まひろさんありがとうございます。いっそのことクマだけで生放送するって、おーい、それじゃ私の放送じゃなくなっちゃうよ。まあでもアンキモはとっても可愛いんだけどね。アンキモのあの動画すごい好きでした。でもアンキモだけでの放送は許しませんよ。トキの空、極道への道、アネゴキャラで行ってみてください。アネゴキャラ、トキの空、極道への道、どういうことだろう。こういうことですか。そういうセリフを言うじゃなくて、極道への道を言えばいいってことだよね。よくわかんないけどやってみました。空友ネーム、そんなものはないさんから、そらちゃんにしっかりした歌のトレーナーさんをつけてあげてください。今も魅力的ですが、もっともっと上手くなれるはずです。よろしくお願いします。あ、これね、見えてないかもしれないけどね、顔文字がすごい可愛いの。そんなものはないさん、そんなものはない、何がないんだ。しっかりとした歌のトレーナーさんか。ボイストレーニングはね、ちょっとしてみたいんだよね。いろんな高い歌も低い歌も歌えるようになりたいし、今のままだと苦しいよ、歌えないよっていうのが出てきちゃった時に、なんか歌えないから歌えませんってなっちゃうのはすごく悲しいなって思うから、もっともっと上手くなれるっていうのなら、もうぜひぜひボイストレーニングはしてみたいと思います。上手くなってたら、おお、ちゃんと練習してるんだなって思って見てもらえると嬉しいです。空友ネーム、たまるんさん、新コーナーでそらちゃんに優しく叱ってもらえるコーナーを作ってください。おー、叱るか、そうだな。じゃあみんながちょっと疲れた時にサボっちゃってたみたいな、そういうシチュエーションでやってみますか。こら、疲れてるからって言ってそうやってサボってばっかじゃダメでしょ。しっかり頑張らないと後でもっと辛くなっちゃうんだよ。ほら、辛いことは今先にやって頑張っていきましょう。怒ってるっていうより応援になっちゃったな。あとはそうだな、まあ自分のこともそうだから、まあ、あんまり言えないんだけど、あー、また部屋汚くしてる。ダメだよ、汚い部屋じゃ気持ちいいなってできないでしょ。ほら、一緒にやってあげるからさっさと片付けしちゃうよ、とかどう。私の部屋あんまり綺麗じゃないからあんまり怒れないんだけど、叱るみたいな、こういうので大丈夫ですか。たまるんさん、ありがとうございます。空友ネーム、空友村の村人 A さんからです。トキの空さんはこのままでも十分人気になるポテンシャルを持っていると思います。むしろもう人気だと思うのですが、このまま自分らしく頑張っている姿を見る人が多くなったら、もう十分人気になれると思います。なるほど、村人 A さん、村人 A が現れたって感じですね。
自分らしく頑張ってる姿か、ってことは今まで通り一生懸命頑張ってればいいのかなっていう感じですかね。でも今まで通りだとなんだ進歩がないなって思われちゃうから、進歩して頑張ってるっていうのをみんなに見せられるように、いろんなことにチャレンジしていきたいと思います。応援してくれますか？応援してくれると嬉しいです。時の空、人気者への道というお便りテーマは今回で終了して、また別のテーマをお便りに追加しているので、ぜひ見てみて投稿してみてください。それではまたねー。またねー。